ラーナウは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ギー占行政管区のラーンディル郡に属す町村である。ベッツラートギーセントのほぼ中間に位置している。バルトギルメス、ドルラー、アツバッハの3地区からなり、中心地区はドルラーである。ラーナウは、その市街地がラーン側の北側すなわち右岸に直接面しており、両岸すなわちラーン側の断級上に農地が広がっている。 ラーナウは、ラーナウ自身の他にベッテンベルク、ビーバータール、ホイヒエルハイムを含むグライベルガーランと共同体に属す。ラーナウは、北は、ビーバータール、東は、ホイヒエルハイム、南と、西は、ベッツラーと境を接している。この町は、以下の3地区で構成されている。1991年から1992年の、 ローマ・ゲルマン委員会の発掘調査によって、ドルラー近郊のエーバー・アッカーに、紀元前10年頃、ドルス・スエ軍時代の強固なローマ基地、ラーナウイコールドルラー基地があったことが証明された。1995年から、現在のバルト・ギルメスの生誕で行われた、考古学的発掘は、ゲルマニアの文明ローマ都市の証拠を明らかにした。ウアルスをかたどったコインが出土したことでこの施設が、 用いられた時期が明らかとなった。このコインはキリスト生誕の数年前に作られたもので、紀元後9年後半のトイトブルクの戦いでのローマ軍敗戦により廃止された。統制の出土品はローマ人とゲルマン人がここでは友好的に共存していたことを示している。ドルラーは1972年に自主的にベッツラーに合併した。 1977年から1979年まで、ベッツラー、ギーセン、アッツバッハ、バルトギルメスのほか12町村から大都市ラーンが形成された。ラーン市内部で、バルトギルメス、ドルラーン、アッツバッハ市区は、ラーンタール都市管区を形成していた。ラーン市の廃止後、この都市管区は1979年8月1日に、ラーナウという名称で独立した町村となった。 したがって、ドルラー地区は7年の間に4つの異なる自治体に属したことになる。これは、ヘッセン州の地域再編の複雑な経緯がもたらした、陳事であった。アッツバッハ、ドルラー、バルトギルメスは16世紀から、福音主義の村であった。第二次世界大戦後、シュレイ寺ンからの筆移放者や、ハンガリーからの民族ドイツ人といった、ローマイコールカトリック信者が、ラーナウに流入した。 それにもかかわらず、現在も大部分が、福音主義信者である。福音主義のラインラント地方協会と、ヘッセン地方協会との境会がこの町を通っている。アッツバッハドルラーの教会組織は、ラインラント地方協会に、バルトギルメスの教会組織は、ヘッセン地方協会に属す。この町の町議会は27議席で構成されている。 2017年3月19日の決選投票で新たな町長が選出された。セディのジルビア・ブレンガーイコール・キンスペルが1547票の過半数を得て当選したのである。この選挙の投票率は44.8%であった。前任者のエックハルト・シュルツは2005年3月6日にラーナウの町長に選出された。スピード所属の この行政弁護士は52.6%の票を獲得した。フォルムバルトギルメスアト福音主義アッツバフ派、協会 TV05 バルトギルメスはバレーボール部門が成功しており、2012年からブンデスリーが3部に参加している。SC バルトギルメスは、ヘッセンのサッカーフェアバンツリーがミッてでプレーしている。AAS ラーンレンダー、ラーナウのトライアスロンチームは、 ヘッセントライアスロンリーが一部でスタートした。バルトギルメスには全産地区を学区とする基礎家庭学校がある。さらに、アッツバッハには統合型総合学校のラーンタールシューレラーナウがある。この学校の運営はラーンディル軍である。ありがとうございます。